お笑いトリオ四千頭身が18日放送の NHK E テレの沼にハマって聞いてみた、月水後6時55分7時25分に生出演。データ放送を活用して生放送で四千頭身新リーダー総選挙を開催し、視聴者投票で後藤拓実が新リーダーとして選出された。現在、高知県のライブの拍手の大きさで石橋遼大がリーダーとなっているが、実は都築拓紀と後藤拓実も虎視眈々とリーダーの座を狙っていることが判明。生放送では四千頭身の今後についてそれぞれが公約をアピールし、全国のハマったさんからの自分が推す候補者への応援コメントを紹介しつつ、誰が正式リーダーにふさわしいか漫才のネタ披露、視聴者からの悩み相談、応援メッセージ、公約、大喜利対決などを経て、全国の視聴者によるデータ投票で新リーダーが決定した。途中結果では後藤が 63%、 石橋が 28%、 都築が 9% という圧倒的な大差がつく展開に。その後も後藤が優位を保って、後藤が 58%、 石橋が 30%、 都築が 12% という結果で新リーダー就任が決定すると、いろいろ思うことはあるんですけど、支えたいと思います。リーダーって何なんですかと意気込みを語っていた。四千頭身新リーダー総選挙3人の候補者の公約。都築拓紀候補23、3位一体で持続、飛躍、活躍を。グループで続ける人たちって強いと思うんですよ。そこを目指すためには3人が一つにならなきゃいけない。これから年齢とともに3人でいろいろな番組に出続けて、3人で仕事が増えていくことを望んでいます。後藤拓実候補23、笑いの機会均等、3人均等に笑いが来るようなネタを作りたいと思います。僕がツッコミで笑いを取る節があるので、今ちょっと笑いのバランスがおかしくなっている。3人みんな面白いと思われるように平等な笑いをお届けしたい。石橋遼大候補24、漫才ライブへの原点回帰、単独ライブ以外にも必ず漫才ライブを開きたいと思います。僕らはネタで出てきた身なので、ネタでもう一度評価されたい。僕は漫才で M-1 王者を目指したいので、そのために僕は頑張りたいです。ぜひ僕をリーダーにしてください。